この先の政局っていうか政権運営はちょっと混沌としてきました。うん、えワクチンもちょっとあんまり希望を持てないっていうことですね。うん、だからコロナっていうのはやっぱ怖いですよね。今までやってきた、要するに安倍政権の中でいろんなアベノ,アベアベノミスク、うん、アベノミ,、はい、ミクスだとか、まあ、経済対策を中心にしてやってきたけども、それがもういっぺんに吹っ飛んじゃってる。うん、まあだから、 むしろ逆に言うと、今までのその政策がいかにこの、なんていうかな、まあ、薄っぺらかったかっていうのを露呈してしまってるかなっていうのが、うんえー、この間のコロナの対策を見ているとそういうふうに思ってしまいますよね。はい。